洗脳されてきた、なんか、だんだん洗脳されてきた。俺がやったように思えてきた。ねえやさんがやりました。さあ行きましょう。クルーメイト。クルーメイト。いや、2秒経つの忘れてた。あ、これナイボー結構詰めれますね、これは。ナイボーターン結構詰めれると思いますよ。はい、詰めて。エーデン直したの誰だ？エーデン直した人は多分。はい、ハイブリー。はい、確定。見てました。全然間に合わなかったっす。よいしょ。まあ、展望デッキでタスクしたから。で、メイヤ君、どんな感じ今？どんな感じ今？推理は？停電直したのがハイブリーさん。それで？終わり。二度と出てくるな。二度と口を開くな。インポスターさん殺してください、お願いします。次回の推理も楽しみにします。お願いします。悲しい、厳しいんだよこの村。この村は名屋に厳しい。あれない。まあいいか。シャワータスクはね、あの若干後半に残しておくと怖いんで。ラウンジもあるか。スイッ。誰だろうな、インポスター。ダウンロード終わったんだよ、怖いな。あとは配線やるか。で、あとゴミ捨てが。ゴミ捨てがどこにあるんだ？ゴミ捨てないの。ケイさんも直している。あら、ちなみにサボタージュが鳴る時にはもう死んでます。鳴る前から。あ、バイトラックに見てましたよね。そういえば多分キルして鳴らしたんじゃないかなって思うけど、わかんないそれは。じゃあ、あ、すいません。はいよ、おまおじどう。あのバイタルアメリコさんと高田さん見てましたよね、2人で。そう。それをじゃあ、あの死人してたら僕白くなったりしないですか？その時死んでたんだろう。一応もうすでに死んでるなので、僕目線はですけど。で、僕のが早いんですね、バイタルついたのが。ああ。で、僕の情報が正しいんで言うんですけど、もう死んでたので、まあ、おまじさんがキルしてきてったらわかんないですけど、開いた時点でもゲットだった。そうです、うん、そうです、はい、なった時点で、証拠機なった時点で。脇はどこだったんだろう。藤宮君と一緒に湧いた人いますか？藤宮はね、そもそもだけどエレキに下ってる。ね、魚見ています。メインホールですれ違っていて、そこが目撃ぐらいだな。いや、だからメインからエレキに下ってるはずなんで。また僕エレキ、エンジン湧いて、武器キッチン、めっちゃ移動してるんですけど、武器キッチン石油エレ診察って言ってるんですけど、僕藤宮さん姿見てないです。高田剣士が除染の、コードのつなぐタスクをやっていた時に俺も行って、その行く前にあすれ違ってる記憶があるような記憶がない。藤宮君と、うん、じゃあ剣士は魚じゃない？ほぼ。なんで？エレキに降りてきてないからかな。俺魚はメインホールから行ったらシャワー室で羊飼い系とか名屋おまおじトータスさんとかとめちゃくちゃすれ違ってるよ。今回できない人を言うと、多分トータスさんは無理かなって思います。アーカイブラウンジ貨物あたりですね、トータスさん多分いたの。シャワー行ってる？貨物側で誰か死体って見てない？あ、見てないです。あ、僕移動しますけど全く見てないんです、うん、違う。じゃあ僕昇降機の右の方まで行ってるから、それ何人か見てると思うけど、うん、でそこで直してる K さんを目撃した。え、最後キッチンって誰かいる？はい、いないか。いない。俺の死体消しも省いてもらって大丈夫？
あぶきません。わからないよ。なんでやねん。ハイブリさんが左直してたのはゲームまして。なんでやねん。なんでなんでなんでやねんねんねん。なんでなんでなんでやねんねんねん。開けてちょんまげ。ありがとうございます、おまわしさん。さすが。パーフェクト。おまおじさん、白いね。これは、はい。藤宮さんの行動から確定させないと、多分どこ行ってもしょうがない。あ、てか僕が押したので話したいことあったから時間もらっていいですか？どうぞ。はい。ケンシーがなんで藤宮くんが降りたのを見てる？降りたはずだけどな。エレクトリカルには多分降りてきてない。どこのタイミングで降りた？と僕とケンシってエンジンルームからメインルームに行って、メインルームから除染の方に行ったんだよね、多分ケンシはね。で僕はエレクトリカルにその段階で降りていて、そうで藤宮君降りてきてなくて、ケンシと最後エレクトリカルの中もくまなく見て、セキュリティも見ていなくて、おもじさんも貨物の方行っていないってことは、僕まずキル無理じゃん、ケンシ目線ほぼ。ああで、藤宮君を僕は見てない、おまおじさんも見てないってなると、ケンシのエレクトリから下ったが偽情報に聞こえちゃうから洗いたい。うん、てか、いなかったでとりあえず進めていく。いや、そうね、もうめんどくさい。だからといって、高田さんを追及してもしょうがないので、うんうん、分かった。藤宮さんは結局、他に見えた情報ってあります？ないっすね。てか、あの死体はシャワーにもなかったから。え、藤宮さんってどこ脇なんですか、そもそも。うん、そう、それも気になるよね。あ、まあでもね、メインホールあたりを通過してるのは絶対間違いない、藤宮自身は。それは多分魚も見てるはずだし、俺も見てるから。これがあの脇位置っていうよりかは最終目撃は、藤宮の最終目撃はもうその周辺だから、それ以降って感じになる。メインか電気ぐらいってことですね。多分ね、シャワー室とアーカイブには絶対来てないのよ。だからメインホールから起点としてエンジンルームかエレクトリカルにしか行ってないはずなのよ。あ、で最後エレクトリカルはおまおじ、僕、ケンシの3人が見てて、かなり僕はくまなく見てるから、ね、じゃあ メインの除染とか暗室とかじゃないの？いやいや違う、俺はその辺のタスクやってて、藤宮はもう通過歩いてるから、うん、メインホールをあの通過していってる人物で、ね、だからもう死んでるのは俺その後バイタル見てるから、うんうんうん、メイン行けてももうメインエンジンエレキあたりでしか死んでないはずだけど、エレキでは死体がないから、うん、エンジンの方に誰かいたの？まあ、シャワーに戻る可能性もあるけど、脇はエンジンでしたけど、すぐに最後に行ってるんで、後期左直した人ってどなたです？ハイブリーさん。ハイブリーさん見てないですか、そのあたりで？見てない。だからメインで死んでるか、魚が嘘ついててシャワーのにいるか、左にいるか。あ、シャワーはね、ないんだよね。おま、おじたかだ、二人とはいた。あ、一つさっきの情報なんですけど、ごめんなさいね、ボタン押してもらったのに。貨物ラウンジアーカイブシャワーまで、アーカイブでリアクターが鳴ってるのを、Kさんが直してるのを昇降機右まで入って見てから、シャワールームに行った時にシャワー あのタオル入れをしてる魚さんを見て、でシャワーの奥まで見に行ったけど藤宮くんは死んでなかったから、右ではなく死体があるとしたら左だと思ってます。左やね、うん、はい。じゃあメインかエンジン、エンジンだとしたら、エンジンハイブリーが上がってくると思うんだけど、ケンシとすれ違っていて、宿舎前通路とエンジンの間のところで、でその後金庫のタスクやって、一応ケンシが金庫とかで切ってたらって思ったから、金庫全部チェックしてリアクターになって、それを左側で直しミーティングをしたっていう流れです。ゲンさん、ハイブリーさんが多分左側にいた人たちだと思うんですけど、うん、全く見てないですか？正確に言うと、私と魚さんも入ると思います。魚さん、私と魚さんとハイブリさんがキッチン脇でスタートした記憶があります。うん、
オン。いや、魚さんは大丈夫です。あのメイン、シャワー、アーカイブ、昇降機まで一緒にいるんで、一旦魚さん置いといて、ゲンさんとハイブリさんは基本的に左側動いていたってことで、結構お二人はちょっと僕の中でお話聞きたい、じゃあ、ごめんなさい、ハイブリ視点なんですけど、ゲンさんに関しては、左のリアクターの時は、リフトのヌーンで来ているので、はい、右側にいる認識だと思ってください。左側にいるのはハイブリだけです。私、メインまで行って、あの展望デッキ直した後に、直した、ね、展望デッキがダウンロードやった後に、メインまで行ってるので。あ、待って、そう、Kさんが下直してるときにヌーンで左に行ったのはじゃあゲンさんってこと？はい、ゲンさん。なので、じゃあブリちゃん視点ゲンさん無理？ゲンさん無理。俺が出せるのは無理。え、無理？で、じゃあ待って待って、ちょっと待って。私のエンジンは通過してますけど、展望デッキから、メインを通っているんだったら、例えば、はい、高田さんがそこ降りたタイミングとかでメインとかエンジンとかですれ違ってる場合は藤宮君キルはゲンさんもできるんじゃない、そうですね、あ、その後から私の移動経路にお肉があった場合は他の方が発見されてる、だってそれが 10秒とかやったんでしょ、だって、あ、じゃあ違うんか、もっと前から死んでた、結構前からか、うん、あ、それだったらごめん、飛行機が鳴る前には死んでいるです、うん、オッケー、鳴る前だと私はハイブリゲン高田剣士の三角じゃないか、真っ正のボタンなので全然高田さんはなさそうな気がするけど、高田さんはなさそうな気がするけどな、情報的にゲンさんとゲンさんの行動が一番左側にいて右側に結構な量いたから、トータスさんとおまおじさんはほぼ僕目線無理になるわけよ。で、分かんないな、エレキのどうなってるのかの情報が分からないから何とも言えないっちゃ言えないけど、でもメインで藤宮くんがエレキに降りてるとするなら、エレキに降りてるのか、高田さんの証言は。そうすると、ゲンさんが例えばエリックから戻ってるとかの可能性もあるのかな。で、メイン行った。難しいな。だー、一気に進む。やばいな。いや、時間結構空いたから、なっちゃってるかなとは思ってたけど。ケイさんが死ぬ。ケイさんが死ぬのはいいね。僕も個人的に。ありがたい。ちょっとですね、あ、いや、このキル洗った方がいいですよね、たぶん。うん。さかなさん、ミーティングの階段の付近ぐらいいませんでしたっけ？ミーティングの階段を1回上がって、タスクやって、停電中に1回下がり、もう1回上がっています。で、おまおじが昇降機の右のヌーンから左に来て、あ、違う、おまおじ。あ、それ、ゲンです。あ、ゲンさん？はい、ヌーンか右に。俺は普通に宿舎の方のあれから抜けてきました。あ、そうなんだ。はい。あ、じゃあ、おまおじさんもそっちから右に行ってるってことですか？メインのこと。右？ん？どういうこと右って？ああ、宿舎が右に曲がった。なるほど、今の話、ね。ごめんなさい。あ、そう。すみません。今死んだ方の目撃情報はない、はい。見てないっす。え、全くないっす、僕二人とも。見てないです。はい。あ、すみません。アメネコに一点だけ確認。ラウンジでトイレタスクしてた？してた。あ、じゃあ、オッケー。ごめんなさい、色があれなんで。ブリちゃんってさ、アーカイブから来てるよね。アーカイブから行った。で、剣士もアーカイブから来てて、剣士が卓球してないなら、ブリちゃんはキルに関われなさそう、僕視点。ん？逆じゃない？剣士がやって、剣士の白を俺が出せるんじゃない？アーカイブから来てる。ブリちゃんの白を剣士が出せるんじゃない？まあ、どっち、俺の方が剣士より後だよ。停電直したあ、そうなの？停電は俺が直したけど、横に剣士はいた。あ、ごめん、剣士後ろから来てるのか、あれ。展望で？じゃあ、わかんないです。今の話忘れてた、うん、貨物。ごめん。じゃあ、目撃の僕の順番が間違ってるから、停電中だったから、多分。今ごめんなさい。除染のタスクしてたんって、メイヤさんやったっけ？はい、そうですね。ああ、うん。全くつまらねえ、これ。げえな。マジで、1キル目が僕、原産なのかな。原産めちゃくちゃ移動ルートおかしい。っていうか、あの右に、それ以外がめちゃくちゃいたから、右側がそれが全員正なんだったら、俺しても原産なんだけどね。ルーン乗ってるのに手で直ってなかった記憶あるんだけど、違うか。原産っぽいよね。右のキルがね。
今日なんかアモ俺さやっぱりさアモンスはさ1日2時間いや1日3時間だなってなんか自分の中で思ってしまってるんだよ。最近なんかめちゃくちゃアモンス5時間やったら多分1日5時間やるペースでやってたら多分ね1日に5時間やってたら死ぬなって思った。今日も朝の中で2時間やってるんですけど、もうなんか疲れちゃってるんでね、もうすでに脳みそが。なんかアメリカさんに起こされたっていうのもあるけど。皆さんがありました。ゲンさんが皆さんがありました。何も考えずにアーカイブ歌いながら入ったらゲンさんの下レポート光ってゲンさんが伝っててびっくりしました。皆さんがありました。危ない、死んだかと思ってたマジで。うわ、ケンシーなくなってる、助かる。高田ケンシーがリアクターあたりで死ん、あ、リアクター、あ、リアクターなる前後ぐらいで死、前後っていうかなるちょっとぐらいで多分死んでるもん。皆さんがありました。見てましたよね、菅原さん。うん。まで、時間軸的に多分2キルはできないと思う。皆さんがやりました。現行犯です。壊れた現。サッカーなさん視点じゃ高田さんのキル僕否定してもらうことは可能かな。皆さんがやりました。現行犯です。現さんの行動がおかしすぎるからね。だってまあちょっととりあえずもう現さん釣りは良くて釣りは良くて、皆さんがやりました。それよりもあのハイブリさんの、あれ今ハイブリさんの死体か俺見せたの。皆さんがやったんです。ハイブリさんの死体か。多分ね、ハイブリさんはね、カメラをずっと見てたんだよね。皆さんがやりました。あ、待てよ。壊れた。直しに行ったのか。実施点、ゲンさんを落として、結果どうなんだろう。アミネコさんかな、俺の。皆さんがやりました。え、なんで僕になれますか。消去法になるんですよね。魚さんが僕今白取ってるんで。皆さんがやりました。あ、やばい、壊れてる。え、だとするとゲンメイヤじゃないですか。いや、俺さんがやりました。いや、メイヤさんはこの状況で俺、メイヤさんはね、メイヤはね、さすがにきついよ。あの、トンカス羊飼い系キルの時に僕がギリ白拾えてる。あの、メインで除染してたもん。あ、じゃあ、言うんですけど、僕、昇降機一人で直しますからね、今。メイヤさんがやりました。いや、昇降機を一人で直すインポスターやばくないですか。いや、メイヤさんがやりました。全然やる。あ、やばい、壊れてる。逮捕ですよ、ゲンさん。ボタン押せる人っている？お名前につけ！皆さんがやりました。俺はないっす。僕もないんですよ。皆さんがやりました。すみませんでした。ゲンがやりました。僕もやりました。だんだん僕もや、僕は自分でやったかのように思えてきた。洗脳されてきた。キッチンかな？あ、じゃあエンジンだったな、これは。間違いなく。来た、なんか、だんだん洗脳されてきた。俺がやったように思えてきた。メイヤさんがやりました。メイヤさんがやりました。俺がやりました。多分。俺がやりました。タスクやれよお前ら、早くタスクやれよ。何やってんだよ、タスクやれよ。あ、ボタンあったわ。あ、よかったですね、皆さんボタンありました。よかったですね、ボタンありました。で、タスク誰ですか、ていうか誰なのこれ。僕タスク終わってます。みんな終わってます。終わってます。あ、じゃあ僕隠し場ですね。僕が残ってます。じゃあなんで階段で遊んでんのって話になってくるけど、みんなそうだよね。詰めよう。いや、疑われてる位置が一人で行動すると僕絶対負けると思ったからですね、今。60だって、あの状況だったらさ、ミーティングと昇降機の下に階段登り落ちしてるから、アメネコは一人外れて誰かが殺してリポート送ればアメネコって白い位置に入らない。
まあとりあえずいいんですけど、まあアメリコさんは多分白なんじゃないですか。あのこれだけ霊能が、いや霊界が終わってない以外、アメリコさん以外タスクが終わってると思うので、アメリコさんしかクルーメイトがいないんですよ、生きてる中で。霊界で終わってない人がいる可能性あるけど。 お前さんタスクのやつわかります？はい、あタスクが終わってないとっていうのはわかりますよね。タスクが終わってないあ、タスクが終わってない人が僕だけで、霊界のタスクが終わってないって思いますかってことですね。まあ、とりあえずそれはいいんですけど、幽霊の皆さんにお伝えしとくんですけど、再度タスクをチェックしていただいて、で、アメネコがインポスターだった場合は、幽霊のタスクが終わってないってことになるから、うん、それで問題ない。アメネコのタスクはどれぐらい残ってるの？そう、それ。僕あと2つ。うん、いけそうかな。いける。多分いける。お前さんどうしたの？釣りたいの？釣りたいっすよね。だって残ってるっていう主張するんや、クルーメイトで残ってるんやったら普通やりに行きません？まあ確かにそれはまあわかります。ただまあいや、この状況で俺は投票するっていう選択はないかな。うん、好きなんでかっていうと、あと2キル起こさなきゃいけなくて、早くても1分以内にタスクが終われればっていう話で、アメネコがクルーメイトじゃなかった場合って幽霊タスクしか残ってないんだよね。おまおじも迷惑も、そうそう、タスクが終わってると一緒だよね。そう、はい、だったら1分以内に絶対終わると思うからスキップでいいと思う。ああなるほど、そう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 、ごめんなさい、めっちゃ早々に投票しちゃったんですけど。あ大丈夫ですか。なるほどなるほど、全然大丈夫です。じゃあそれでいきましょう、いきましょう。了解。さあチキンレースの始まりだよ。ボタンないからな。必死こいで。ああ、おまおじさんに見つかった。これまずいって。おまおじさんに見つかったのはまずいって。ほぼおまおじさんだと思うんだよ俺。これここは来ないだろさすがに。やばいかな。え、違う、大丈夫これ。アメリコさん。ナイス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 ごめんなさい。はい、いえいえ、とんでもない。私ももう門番でお土産できたんでありがとうございます。ほんまに魚とチキンレースしてたね。あ、そうだね。あれか、はしごの落としたのそれか。はしごとヌーンで逃げ惑ってた。はしごとヌーン。いやちなみにボタンは押せたので僕、あのやっぱりとかなって思ってた、うん、あそうなんだ、うん、でも途中まで結構いけたけどな。藤宮さんは武器庫で切りました。あ右あやっぱ左なんだ、左なんだよな、うん、はい、右ないっすね。3回目の議論までメインぐらいっていう議論だったんでいいかなと思ったんですけど、だいぶやっぱ左に最終的に寄ったのは皆さんさすがです、うん、情報落とせてなくてボタンを押したが、おまじさん移動しすぎていちゃうって言いたかったのに殺されば、うん、えエレキの移動しただけやったから、はしごのとこまで行ってアメネコさんが降りたから、あいいやって思って左に抜けたんですよね。